皆さん、こんにちは。井戸りんりんクラブ TV でございます。今日はですね、FM 津山でお届けしております。井戸りんりんクラブのビューティフルベルパレード岡山井戸ベルの応援ラジオをですね、放送させていただいておりますが、今日はなんと、100回目なんですね。勝手いんですけどね。今日はね、その、なんと100回目を収録している、このね、現場、FM 津山のね、収録スタジオに、ね、にてですね、なんと、りょうこちゃん、イェーイ来ていただいております。イェーイということで、今日はオープニングをですね、皆さんに見ていただこうと思いましてですね、なんと、井戸りんりんクラブ TV、こちら、放送させていただきますんで、皆さん、ごゆっくりご覧くださいね。イェーイということで、よろしくお願いします。行きましょうか。はい、お願いします。じゃあ、始めますよ。はい、お願いします。いつも以上に硬いわ。ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、撮っていきますので、はい。いきますよ。はい。さあ、今週も始まりました。岡山井戸郷ベル応援ラジオ、井戸郷りんりんクラブのビューティフルベルプライド。さあ、今週も FM 津山の電波に乗せまして、岡山井戸郷ベルをしっかりと応援していきたいと思います。それでは、りょうこちゃん、今週も元気に参りましょうか。参りたいです。岡山井戸郷ベル応援ラジオ、井戸郷りんりんクラブのビューティフルベルプライド、始まります。イェイ。よっしゃー、イェーイ、イェーイ、イェーイ。さあ、今週も始まりました。岡山井戸郷ベル応援ラジオ、井戸郷りんりんクラブのビューティフルベルプライド。さあ、この番組のメインパーソナリティを務めております、岡山井戸郷ベル施設応援団、安田会のロベルト正辻でございます。そして、FM 津山のりょうこちゃんでーす。イェーイ、出たイェーイイェーイイェーイということで、よう続いたよう続いたよう頑張ったよう頑張った皆さん、なんと今日の放送がですね、なんと100回目突入でございます。ということでね、本当にね、記念すべきね、本当にね、本当に嬉しいね、放送のね、日になっておりますが、さあ、ところで、岡山湯の込める陣営、ね、千葉県で開催されていました、なでしこ交流戦がですね、これ、りょうこちゃん、皆さんね、はい、終了いたしまして、はい、4日間の全日程を、ね、これ、浦和に3対1、うん、千葉に3対4、仙台に1対0、うん、新潟に3対1と、なんと3勝1敗のね、これ、好成績で、プレシーズンマッチ終えております。勝ち越してるぜー。おいね、来てますよ。なんといってもですね、今シーズン9人からのスタートということで、はい、かなりね、これ不安もあったのですが、うん、この戦いぶりを見ますとですね、本当にね、これ私たちの不安もしっかりとね、これ払拭されてますよ。もう払拭ですよ。この勢いに乗ってどんどん行くよ。もう本当その通りでございます、本当に。さあ、いよいよなでしこリーグ開幕まで1ヶ月切っております。3月30日、日曜日、ホーム美濃坂で開幕する岡山湯の郷ベルの戦いに、皆さん大注目でございます。今年も攻めていくぞ、攻めていくぜ、イエーイ、皆さん、こんな感じでですね、100回記念お届けいたしております。さあ、今シーズンもですね、3月30日ね、ホーム美濃坂から開幕します。対する相手は吉備国際大学シャルムでございます。岡山ダービーのね、熾烈な戦い、そして決してね、負けられない戦い繰り広げられます。さあ、りょうこちゃんね、意気込みどうぞ。今年も攻めるぜということで、井戸郷りんりんクラブ TV、今日はですね、100回目を迎えましたビューティフルベルプライド、
収録スタジオからお届けいたしました。皆さん今年も頑張っていきましょう。イエイ、いやピース間違えた。